マリンチャレンジプログラムは、海のさまざまな問題の解決に向けた研究に挑戦する中学生や高校生を支援するもので、日本財団と科学分野の人材育成を手掛ける株式会社リバネスが主催し、研究資金の助成やアドバイザーの派遣などでサポートを行っています。和歌山県からは和歌山工業高等専門学校と串本小座高校の2つの研究が選ばれています。こちらは御坊市にある国立和歌山工業高等専門学校。マリンチャレンジプログラムでの研究テーマは、伊勢海老養殖用飼料に用いるアラメ、海藻の天然栽培についてです。胞子系で増えていくアラメという海藻があるんですけども、でそれは実は伊勢海老というものと密接に絡んでおりまして、伊勢海老が漁獲だとかが、ある程度安定した形で取れるような形になれば、和歌山県の沿岸域の漁業関係者が潤うだろうと、そういった発想で始まったプロジェクトです。今月9日、研究の成果を発表するマリンチャレンジプログラム関西大会が三重県鳥羽市で開かれました。9校が出場した中、和歌山工業高等専門学校は2番目に発表を行い、不明な点の多い伊勢海老の生態や餌となるアラメという海藻の環境に負荷のない栽培方法などについて研究の成果を発表していました。緊張すごいしましたね。もうやっぱり前に立つとやっぱちょっと視界が狭くなったりとかしたんですけど、でもやっぱ発表するってことは楽しかったですし、いろいろな専門的な分野の人からの意見がもらえたりっていうのはすごくいい経験になりました。で、僕はやっぱりこのマリンチャレンジっていうのをスタートとして、もっといろんな企業の人なんかだったり、水産試験場、現場の人の意見をもっと聞いて、もっといろんなことが他にももっとアイデアがあると思うんで、それについてもっといろいろ研究したいなっていうふうに考えています。最終的には、自分たちで伊勢海老を増やす、それが僕たちの目的になりますね。海と日本プロジェクト in 和歌山県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として取り組んでいます。海と日本。